はい、おはようございます。ラスカルでございます。以前ですね、ちょっと僕の動画で過去一番好みに沿った家系ラーメンというような動画でね、神道屋さんというお店さんを紹介させていただいた、そういったね動画が過去にあるんですけれども、どうしても神道屋さんのラーメンが食べたくなりまして、本日は2度目の来店ということで、いや最近はですね、まあ、複数回同じお店でね動画を撮影することもちょっとずつ減ってきてる部分はあるんですけれども、やっぱり好きなお店にはですね何回も行きたいということで、本日はですねこちらの神道屋さんで大食いをしていこうと思います。メニューやトッピングなんかは全部ですね、このお店おすすめカスタマイズでお願いしますとお話ししておりますので、ただいまですね作っていただいているメニューが到着するまでもう少々待ちたいと思います。ということで本日もですね一杯目到着いたしました。一杯目にいただきますのがチャーシュー麺ということで、もちろんですねそれ以外にもこんな感じでいろんなねトッピングいただいておりますが、食べながら順次ですね紹介させていただくといたしまして、まずはですねこちら出来たてをいただきます。ひとまずこのスープよ、うわ濃厚、前回はね夜の部にお邪魔させていただいたんで、もちろんその時もめちゃくちゃ美味しかったんだけど、今日はねオープン朝一のスープなんでバチバチに決まってるわうまそしたらこちらの麺ねいっちゃってよろしいでしょうか。うーわうまそう、で今回ねチャーシュー麺ですので、このチャーシューもどうでしょう。そしたらこの辺りでいただきましたこのわかめですね、こちらのトッピングをよっ、どうなんだろう、個人的にはねわかめあえたことないんだよね。すげえ、よいしょ、あ合うわ、またこのわかめのシャキシャキの食感がいいね、贅沢に、お贅沢、朝一のさ挑戦しきったスープバチバチに決まってるんだけど、こんなの朝から食べたら俺も決まる海苔も追加して、でこちらのね神道屋さん Twitter フォロワーさん限定のトッピングなんかを毎日販売しておりまして、今日はですねこの刻みの燻製チャーシューということです。これもううめえもんな絶対いやこれはうまいな、そしたらですねちょっと残りのライスも少ないので、この辺りでこのいただいた燻製チャーシューをさゴロゴロと乗っけつつよ、こちらのラーメンスープを、うわうまそう、これは絶対うまいで、うまっ、うーんまっ、
ということで1杯目ですね。ラーメンとトッピング全て完食させていただきました。ごちそうさまでした。いや、やっぱり久しぶりにこのジンベエ屋さんのラーメン食べたけどうまいわ今日もですね、オープン前からもうお客様ずっと並んでまして、本当に人気店なんですよね。いや、この辺りにね、住んでる方はこんなにガツンとした夕景が食べれるの羨ましすぎるわ。あー、もっと来たい。常連になりたいということで、ただいまですね、2杯目到着しました。2杯目いただきますのがこちら、塩チャーシュー麺で、チャーシューも5枚入りでございます。それ以外にもね、もう絶対にうまそうなご飯物とかトッピングもいただいてますんで、こちらもね、2杯目いただきたいと思います。前回の撮影だと塩食べてないからね、ちょっと初対面なんですけど、失礼します。この濃厚さやばい。豚のシチューだ。醤油でも分かってたけど、塩にするとね、骨感、豚感の濃厚さっていうのがよりダイレクトになるね。うわ、うまうま。見てよ、これだって、このスープのとろみを、うわ、詰まってますねこれうまいよこれは。あら、これ麺いっちゃいますか。うまっ。これはキャベツだな、絶対うまいと思う。ちょっとね、こんな感じでキクラゲとキャベツあえまして、醤油よりも塩分感とか油感が強く感じるからさ、このキャベツさっぱりする感じと甘みが加わってものすごく合うね。ちょっといただいたネギもあえつつ、これ気になってたね、ご飯のメニュー、卵まぶしということで、まあ、こんな感じでね、海苔、タレ、卵とまぶしなんですよ。これはうまいでしょ。自分でさ、好きなお店通って自分なりの好きなカスタマイズ見つけるのも飲食店行く醍醐味だと思うんだけれども、やっぱりずっと作ってるお店さんのおすすめのトッピング、これはね、群を抜いて相性いいわ。あの、今日の動画見てね、人道屋さん来るって方はね、ぜひちょっと一回真似してみて。正直今日もですね、この神戸屋さんは大戸屋さんグループなので、大戸屋さん直伝オリジナルの刻み生姜とか無限ニンニクとか卓上のね、アイテムが結構あるんで、せっかくであれば皆様に紹介したいなと思ってカスタマイズしようと思ってたんだけど、いや本当に無理そんな余裕ない美味しすぎる。
ということで、ただいまですね、こんな感じで2杯目しっかりと完食させていただきました。この後に来るメニューが本日の最後の一杯ということで、最後もね、めちゃくちゃ楽しみです。ということで、本日ですね、いただくメニューが到着いたしました。本日最後にいただきますのがコテチャーシュー麺ということで、以前の動画でですね、コテ野菜というメニューを頼んだんですけれども、もうこちらのメニューはですね、こんな感じで通常のラーメンに背脂がねギュッと乗っかったこってり濃厚な一杯でございます。合わせてね、ネギのトッピングだったりとかご飯物もいただいておりますので、本日最後の一杯ですね、いただきます。いやー、うわ、これこのスープやばくない？パンチすっご、この麺見てくださいよ、たまんなくないですか、この醤油が染まった色に背脂がまとわりついてます、うまそう。この麺は絶対うまいのよ。うまっ。いただいたね、この赤ネギ丼、こちらもですね、ラーメンと一緒に食べ進めていきます。赤ネギのジャンの辛みとさ、背脂の甘みがまた合うわ。うまっ。で、こちらね、トッピングの白ネギね、よいしょ、うん、うまっ。やっぱね、王道屋さん系といえばこのネギのトッピングはね、結構ね、いろんなお店でもありまして、常連さんとかではね、よく頼むトッピングなんですけど、これめちゃくちゃうまいんですよ。うまいんですけど、ごま油とかジャン系の香りがね、強い味付けになってるので、一気にね、スープにバーって混ぜるよりかは、徐々に溶かしつつ麺と一緒に食べる方がネギの味にならずにゆっくりね、食べれますんで、まあ、ぜひ皆様もこう最初から混ぜずに徐々に合わせて一緒にラーメンと食べてみてください。せっかくなんでね、これ背脂、ネギ、ごま油の味が浸ったスープにはこれね、卓上の餃子ニンニク、これも和えちゃいましょう。もうね、これ今日最後ですし、報酬と気にしない。うまっ。ということで、本日はですね、僕がもう一回食べに行きたいと思っていた神道屋さんでですね、本当にお店おすすめのメニュー、トッピングの構成で3杯いただいてまいりました。僕がね、家系に行くときはやっぱりほうれん草、海苔が好きなので、そこをトッピングするぐらいになっちゃうんですけれども、こうやってですね、お店おすすめの食べ方でいただくと、僕もね、普段だったら絶対に合わせないようなこの組み合わせっていうのかな、まあ、そういったね、形でいただけて、結構ね、家系食べてるつもりではあるんですけれども、またね、新たな家系の扉が開いた、そんな一日でございました。
もちろんね、今回は撮影ということで特別に、全てメニューの方はお任せさせていただきましたが、通常のね営業時にはさすがにトッピングお任せでなんて言ってもこんな感じには出ないので、僕はね今日食べたこの食べ合わせっていうのかな、気になった方はですねぜひお店の方に来ていただいて、このトッピング構成でね、この神道屋さんの美味しいラーメン食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。ということで本日もご視聴ありがとうございました。今日のエンディングはですね、雑談コーナーということで、いつもね話しすぎて長くなっちゃうので簡潔に、最近マジで編集が楽しすぎる。あのね、見ていただいている方は気づいてるね、方も多いと思うんですけれども、ちょっと前に比べるとね、がっつりとテロップだったりとか、まあそういった部分、まあカットとかもね、ちょっと変えてはいるんですけど、まあね、こういう編集って結構好みによるので、こう常に、まあ、長くやってると変わっていくものではあるんですけれども、最近はね、こうなんかこう自分の中でビタッとハマったような、なんかね、このやり方楽しいな、みたいな、すごいこのテロップのね、出し方とか、なんか来てます。今、めちゃくちゃ来てます。コメントの方でもですね、やっぱりこう、テロップとかでも、あんまりこう、今みたいにこだわらずに、昔みたいにシンプルな方がいいって方もね、中にはいらっしゃると思うんですけれども、まあ、ちょっと変わったというか、今のね、ラスカルとして、この僕がハマってる、ガチッと来ているね、この編集方法、まあそういったね、動画を楽しんでいただければいいなと思います。はい。こんな感じ。もう本当に雑談。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。